こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、一滴一湯です。一滴の水が滴り落ちると、そのまますぐ凍ってしまって、その間に、一発を入れる余地もなく不断であるということです。修行は正しい方をきっちりと守って、そのように一年一年、歓談することなく少年相続することであるということです。では今から一滴一湯を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。